この静かな夜に今日も一人この孤独が僕に歌をくれる胸にしまった言葉たちにそっと明かりを灯したい。さあ奏でよう心からの音楽を、君にはわかるはず、君ならわかるはず。誰かの拍手はいらない、僕が拍手するんだ、愛するすべてに拍手するんだ。ビバリタリア、たたえよイタリアを、ビバリタリア、たたえよ我らのオペラを、歌うために生まれた言葉、世界で一番美しい言葉、愛はアモーレ、別れはアッディオ、言葉そのものが歌になる。仕事をくれる男はいた、心を救う人などいない、見返り求め体を過ぎ去るならば、私は蝶のように花から花へ移りゆこう、蜜が尽きたらさよならよ、蜜が尽きたらさよならよ。くすぶった日々はもうおしまいさ、僕らの才能をみんな気づいた、道は開けた今この時未来は輝くさあ踏み出そう、君がいるなんて自由だ、雲は晴れ、翼広げて駆け上る空高くまで、最高の相棒さ、どんな歌も生み出せる、さあ未来を作ろう。あの僕は自分でお話をいただくまではダボンテという人物を知らなかったですね。でお話いただいてからいろいろと調べさせていただいて、なんでこんなに波乱万丈でこんなにドラマチックな、そしてしかもそれがなんかこう、その必死にこう生きた姿がちょっとこうおかしさもあり、なんかそういうところも含めてすごくなんかドラマチックなのに、今年になるまでこうあまりこう演劇でも取り上げられなかったっていうのが不思議だなと思って、今年急に2作取り上げられましたね。そうですね。ね、はい、でもなんかこの当時の作り方として、ダ・ポンテとモーツァルトは結構実生活に起きたことをオペラ化するみたいなことをやってたらしいですね。うんうんうん、ああそうなんだ、ね、そんな人生あります？本当だよね、自分の人生舞台化とか絶対できないと思います。ちょっとね恥ずかしいし ね
破天荒だっていうだろうなと思って僕も台本読ませていただいたんですけど、僕が1回目に読み終わった後に思ったことは、あ、普通の青年だ、なんか優しかったりあったかかったり丸みを帯びてたり、なんか気性荒かったり破天荒っていうイメージはあんまりなかったですね、うん、確かにね、うん、今回の本はそうかもしれない。でなんか、あ、自分らしく作っていいのかなと思って、結構なんていうんですかね、あんまりこう、うん、わーわーならないように、うん、今のところは作ってる。そうだね、いろんなバランス見ながらね、今日もこの前に稽古2人の抜き稽古をやってたんですけど、うん、そこでもね、いろんなことを試しながら、はい、なんかお互い作ってます。優しいモーツァルトにしたいなと思っております、うん、あー、ダークな部分、そうですね、ダークな部分でもどうですかね、稽古場でそんなダークな部分、このサリエリ感じます？なんかあんまりすごいダークだなっていう印象は正直そんなになくて、今稽古してる時に割とこう愚直な、音楽に熱くてまっすぐでっていう印象の方が強くて、なんか悪役って聞いてたんですけど、悪い役ってなんかそんな悪い感じもしない。うん、確かにね、やっぱこうビーバーっていうのもやっぱ、そう、なんかどうしようか、ステージなんか、ね、ちょっとね、そう、ダークというよりはね、ビーバーだもんね。そうなんですよ、だからナンバーも、うん、イタリア大好きですもんね。ねそうこのあのちょっと本当に悪いんですけど、この曲やると2人ニヤニヤしてるんですよてか全員なんですけど、何高らかに歌い出してんだろうみたいな、急にみたいな、大好きなのよ、まあ、そうですね、だからなんだろう、まあでも実在する人物としてはそのもちろんその責任は伴うなと思いますので、しっかりあと3週間ぐらいですかね、稽古ありますので、もっともっといろいろと構築して、いろいろ多分もっともっとこう中身を詰めていかないといけない作業がこれから待ってますので、しっかりそこを詰めて本番に向けて頑張っていこうと、はい、思ってます。でもフェラレーゼという女性がすごく強い女性で、多分私の印象と反対方向の方なので、もうとにかくオーバーに、もうこうやって生きるしかないのみたいなのを、さっきの歌もすっごい緊張したんですけど、なんかこのこんな私かわいそうじゃなくて、もう私はこうやって生きてきたんだから、こうやってこれからも生きていくなよみたいな強い感じで歌えたらなと思って、まだまだお稽古でトライしていきたいなと思っているところです。まだ感激するか迷っています。こんな私にここがいいから絶対見てという一押しポイントを教えてくださいですとか、感激初心者の友達を誘いたいのですが、何を一番にアピールするといいでしょうかという質問が届きました。そこじゃないよ、絶対違う、絶対違う、そこ 目で訴えかけないでください。でもそう、情報がないですもんね。ないですね、まずね、あの本当に、ね、ポスターしかないからね、うん、はい、あれはもう嘘です、嘘ですね、はい、あそこからは多分想像もつかない何かが生まれ出てるかもしれないね、はい、白くならないですもんうん、そうだね、そうだね、白くないですね、うん、白くないですね、はい、なんか稽古場はずっとでも笑いが絶えないですね、うん、絶えないかもしれないですね、うん、私あったかい空気も流れるし、うん、あの僕はもう泣きました稽古場で、あの見ててね、言ってたね、そう、え、見てて、あのあるシーンを見て泣きました、僕は、あの遅入りだったんですけど、あのあ遅入り遅くちょっと、ね、稽古開始よりちょっと遅れて参加する日があって、その大好きなシーンをやってて、入った瞬間なんか空気がシーンってなってて、うん、こちゃってって見て、そのままリュック背負ったままですよ、リュック背負ったままポロ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 、海北めっちゃ良かったよっそう言ってくれたね、そうだったねみたいなシーンがあるっていう、そうだね、僕のおすすめポイントです、はい、だからもう本当になんかこう楽しく笑ってこう見れるところから、ちょっとドラマチックな、まあ何せドラマチックなやっぱ人生を送ってるので、うん、あのそれぞれが、なのでなんかそこのなんかドラマは楽しんで、しかもそれをなんかこうなんか歴史ものだからって言ってちょっとこう難しく描くっていうよりは、なんか楽しく、お客さんと一緒になんか盛り上がっていける作品になりそうだなっていう気はしてますけどね、どうですか、なんか、いや割とそのここだみたいな、なんか見やすくなってるな前編通してなんて言ったらいいんでしょう、とってもこうシーンの変わり目というか、結構いろんなことがギュッと詰まってるんで、うん、見てるお客様も、まあ、追うのは大変かもしれないんですけど、ただ見やすい作りにはなってるんじゃないかなっていう、うんうん、ストーリーを追いやすい作りになってるんじゃないかな、あとはやっぱり楽曲2人のナンバーだったりとかが、うん、先ほど歌われた、
ね、デュエットだったりとか、はい、なんか結構こうなんだろう、あの感じのこうワクワクするような楽曲だったりとかも楽しんでもらえるでしょうますし、そのバラードも結構多くなってますので、うん、そうだね、あの浸っていただいても楽しんでもらえるんじゃないかなと。あとサリエリっていうキャラクターなんですけれども、あのビバイタリアっていう感じでこう歌い上げたりとかも自分で言い出したいやもうだ言うしかないじゃないビバイリ、私もフェラレーゼさんのなんかあの妖艶な感じ、何者なんだろうっていう感じなんですけれども、うん、そうだよね、そうなんですよ、それも劇場にぜひあの確認確かめに来ていただけたらなと、はい、思います。どうですかさよさんは。私はその、まあ、ラポンテってあんまり知られてない方で、うん、そうだね、うん、もうこの稽古始まる前とかからいろんな史実を見てたんですけど、うんうん、とにかくこんなこと言っていけないですけど、うん、クソ野郎で、でも本当になんだこのクズはっていう方なんですよ。そうだね、本も、うん、確かに確かに、それを海宝さんが演じるってどうなるんだろうなってすごい不思議だったんですけど、うんうん、もうなんか、うん、騙されてもいいやみたいな、うん、あ、なんかまっとうなこと言ってる気がするみたいななんかそのなんかこの海宝さんの感じ、うん、ですごくチャーミングになってしまってて、ダポンテがそれが魅力的なんですよね、すごく。いやいや、光栄です。あれで、ソーちゃんさんとかバチさんとか、うん、もう皆さんのなんだろう、人柄がその役にすごく投影されてて、うん、ね、確かにこのカンパニーでこの配役だからしかできない作品にもなってきてる感じがするなと思って、しかも完全オリジナルのミュージカルなので、みんなでこう一丸となって1から100にも1000にもするのはそれもそれで大変ですけど、0から1を作っていくって本当に大変な作業で、それをみんなで今やってるのはすごくいいカンパニーだなというか、いい現場だなと思います。そうだよね、30曲以上ありますからね、はい、曲が。そうなんです、もうがっつりと音楽とともにすごい、はい、あ、すごいよね。海宝くんの歌を楽しめるわけですね。いや、そのそうちゃんの歌だって楽しめますからバッチのビバもそうだし、さゆちゃんの歌も楽しめるわけですね。そうよ、笑うのおかしいんだよそれビバいやでもあの、まあ、オリジナルミュージカルだからこそ、うんうん、今日も2人だけの稽古だったじゃないですか、ね、うん、なんかいろいろとここはカットしたりとかちょっとセリフ追加したりとかっていう作業は、まあ、歌だったり場面だったりとかでも結構常にあったりして、うん、まだまだあと3週間ぐらいあるんで、うん、まだまだ変わっていくんだろうなっていうのも僕らもこう作っていく側としては、ね、そうだね、楽しみです、はいはい。このダポンテ音楽劇ですけれども、あの日々、みんなでキャストとそしてクリエイターの皆さんとスタッフの皆さんと毎日いろんなことを試しながら、頑張って稽古をしております。本当にこう30曲以上の曲に彩られながら、エンターテインメントとして、すごく楽しんでいただきながら、なんかいろんなことを感じていただける、楽しくも、あ、なんかこう生きてるって生き、なんか生きるってこういいなってなんかこう思えてもらえるような、なんかそんな、希望を持って帰っていただけるような、なんか楽しい、素敵な作品になっていくんじゃないかなという今予感で稽古をしておりますので、ぜひぜひ皆様、劇場に足を運んでいただけたらと思います。お待ちしております。ありがとうございました。